いや出なさそうだけど、えマジ喋ったことないな。もしもし、あすいません、あお疲れ、ごめんなさい、あの今配信中で、もしよかったらあの配信に声を乗せても大丈夫でしょうか。お取り込み中だったら全然いいんですけど。あーわかりました、ありがとうございます。すごい礼儀正しい、すごい礼儀正しい。あ、お疲れ様です。あ、じゃあちょっと配信に声乗せますね。自己紹介してもらってもいいでしょうか。どうも、輝く一番星二次三次所属の星川さらでーす。わーい、さらちゃん、どういうこと。ありがとう、出てくれて。初めまして。うん、初めましてじゃないよ。初めましてじゃないでしたっけ。もうでも初めましてレベルで本当に絡んでない。待ってください、どこで絡みましたっけ。あ、お化けライドやった。あ、そうそう、お化けライド、お化けライド。よく、むしろそれ忘れてたわ。え、他に何かやりましたっけ。いや、それだけだと思うんだけど。3年前っすよ。そう、3年前。3年前に、あの、群堂さんと、星川さらちゃんと、はいはい、私とまつりちゃんでね、コラボしたんですよね。バケモンみたいなメンツでありがとうございます。いやいや、本当に。ちなみに、あの、2023人に電話をかけるまで終われないっていうのやってて。死ぬじゃん。ちなみに全然嘘で。そう、2たす0たす2かける3人に、逆突をしようっていう企画をやってます。あ、頭悪いんでわかんないですけど。すごい。なんか100人くらいです、はい。すごい。今ね、あの13人目です、さらちゃん。うわ、ありがとうございます。え、全然喋ったことないのに、うん、まさかの13人目ですか。そう、なんか意外な人にかけてみたいなと思って、うん、あ、ちなみに出かけた人数はもう24人くらいなんですけど、出てくれたのが13人目。そう、ちょ、なんか期待しちゃった。13人目かと思って。結構後側だったわ。なんかでもなんかでも二次三次さんもなんだけど、うん、ホロライブの人もなんだけど、ほとんどの人がオフラインか取り込み中にしてて、まあ正月だからそうっすよ。え、何してたんすか、さらちゃんは。星川、風呂入ってドライヤーしてました。いいタイミング、いいタイミング。いや、なんかそう、あの、TikTok 見ながらドライヤーしてて。かわいいね。うん、そう、星町追星から、着信が来ましたっていう、あの、うん、通知がピコッと来て、なんかそういう動画かと思って。おえみたいな。おえじゃない。信じられなくて。いや、でも出てくれないかと思ったから、嬉しかったです。でも嬉しい、星川も。だってさ、うん、あれですよね、水星さんのあの、はい、脳内に星川がいたってことですよね。はい、あ、います、います。だってフレンドの中にいたし、なんだかんだ。うちらフレンドだから、なんと。3年前に一回遊んだだけで。そうなんだ。それから一切喋ったこともないんだけど。ガチでないよね、喋ったこと。ガチでないですけど、うん、あの、名前がやっぱ星星つながりで、ちょっとなんか、親近感は勝手にありますね。あ、確かに。じゃあ今年は何かね、うん、なんかやりますか、じゃあ。本当ですか。それ本当。ちょっと12ヶ月後くらいにちょっと読もうかな。ちょっと遠いけど、まあね、今年中にはまた達成してるんで。誰と仲いいんですか、ホロライブ。星川と仲良さそうな人います。むしろ誰と仲いいんですか、ホロライブ。あー、まつりちゃん、はーちゃま、あ、仲いい仲いい。あ、はーちゃま仲いいっすか。仲いい、はーちゃま一番最初にね、逆突出てくれた。え、だからな、あいつ。あ、そこら辺で仲いいんだ。え、仲いいじゃん、なんかできそう、まつりちゃんも、ね、そうだよね、そこら辺でなんかやりますか。え、嬉しい。いや、ありがとう、出てくれて。いや、頑張ってください、そんな。頑張ります。100人くらいね。正月から。じゃあ、またお会いしましょう。うん、ありがとうございました。はーい、来ましておめでとうございました。あきょめー。はーい。星川さらちゃんでしたー。うわー。